この番組は中央工科デザイン専門学校の提供でお送りします。ゼロブルー鈴本純は匿名家の刑事であり、平和を守る正義のヒーローである。よって美容と身だしなみには常に気を使っているの。バッグ少しシミになるな。どうは来た。金持ってねえしよ。先生、今日さ、放課後暇？俺たちは付き合わねえ。何ですか、あなたたちは。さっさと私の前から消えなさい。なんだ、いいじゃねえか。付き合えよ、あら。薄汚い手をどけるんだ。必殺親はバスタスキあなたは。ただの通りすがりの一般市民です。もっとあるんじゃないの？全部。いいこと思いついた。ちょっと来て。鳴らすよ。もっとふざけてたの。可愛いのお願いします。あともう一個。じゃあもう一回最後に1個でいいから。
いじゃん、すごいいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、ちょっと待ってて、あ、いいね、それそのそのあ、OK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 、おお、ありがとうじゃねえ、鈴本くん、最近ちょっと変よ。え？何が？もしかして悩み事とかあるんじゃないのかな。いや、別に。先生には正直に話してほしいの。受けていて、それでバカね、鈴本くん、その子あなたのこと好きなのよ。私にも経験あるわ。女の子ってね、好きな男の子のことをいじめたくなるものよ。その子、鈴本くんの気を引こうと必死なのね。なんだ、そうだったのか。なあ、お前俺のこと好きなんだろ。え？俺の気を引こうと必死だったんだな。何それ、けなげじゃねえか。違うもん、うち鈴本くんのことなんか好きじゃないもん。うち好きな人ちゃんといるんだから。鈴本くんのことなんか好きじゃないもん。うち全然好きじゃないもん。よっ、先生。あ、鈴本くん。先生の言う通りだったよ。これで先生に一つ借りができちまったな。何バカ言っちゃってんのよ。先生のことは俺が守るからな。待ち合わせ。あ、俺とじゃないですか。嘘、そうだったの？あの手紙、鈴本くんだったの？そうなんですか。ちょっとびっくりしたんだけど。本当ですか？なんかこう、学生の時ぶり、あんな内容。ちょっと先生嬉しかった。